アップストアは、Apple が運営する iPhone、iPod Touch、iPad 向けアプリケーションのダウンロードサービスである。MacOS 1010.6、6以降を搭載した Macintosh にも類似のサービスがあるが、こちらは Mac App Store を参考のこと。2008年7月10日、iPhone 3G 発売と共にサービスを開始し、人気を博している。iPhone、iPod Touch、 iPad のアプリケーションを入手する方法は公式には App Store の利用のみであり、独占的な市場を形成している。世界中の開発者によるアプリケーションが登録されており、無料のアプリケーションも多い。ここで扱われるのは単独のアプリであり、電子書籍は iWorks 内の iWorks Store で取り扱う。App Store の解説以前、iPhone。 iPod Touch にアプリケーションをインストールすることは不可能であったが、ハッカーたちが iOS のセキュリティホールを利用したジェールブレイクを行い、独自にアプリケーションをインストールしていた。なお、現在もジェールブレイクすることで、シディアから非正規のアプリケーションのダウンロード及びインストールが可能であるが、この行為を Apple は認めていない。ジェールブレイクを行っている利用者は、 マルウェアの標的にされる危険性があり、アップルから問題発生時のサポートを受けられなくなる。2012年7月時点でアプリケーション数は65万本、サービス開始からの累計ダウンロード数は300億、ダウンロードを超えている。2008年7月から2012年3月までの売り上げは3割の決済手数料を引いた後で累計40億ドル。 アップストアは NTT ドコモの i モードを研究して作られているという意見がある。アップストアはパソコンの iTunes、または iPhone、iPod Touch、iPad のアップストアアイコンからアクセスできる。前者は iTunes App Store と呼ばれる場合がある。iTunes App Store のトップページにはニューリリースと注目作品や What's, Hot, Today などのコーナーがあり。 アップストアが選んだおすすめのアプリケーションが並んでいる。人気アプリはトップチャートに掲載される。有料アップや無料アップは人気順、トップセールスアップは売上高順に配列される。各アプリケーションの詳細ページを開くとスクリーンショットやカスタマーレビューを見ることができる。アプリケーションの購入には iTunes ストアのアカウントが必要である。 無料アプリケーションのダウンロードも手続き上、購入と呼ばれる。購入、ダウンロードしたアプリケーションは、原則として iTunes と iPhone を同期すれば、両方に保存される。ただし削除した場合の挙動は、若干異なる。App Store は、外部の開発者の出品を受け入れている。開発者はまず MAXOS.V10.5 以降の、オペレーティングシステムを搭載した。 インテル Mac を保有していることが当初は前提であったが2012年1月現在では iOS5 向けのソフトを開発するには MacOS 10V10.68 以降と X コード4.2以降が必要である。また、Apple Developer Connection に Apple Developer として登録、その後年回費99ドルの iOS Developer プログラムに加入することが必須である。 開発に使うマッキントッシュに iOS SDK をダウンロードインストールする。必要に応じて動作検証用の iOS をダウンロードして iTunes 経由で実機にインストールする。マッキントッシュ上で X コードを使ってアプリケーションを作成。iOS デベロッパー、プログラム会員のみアクセスできるウェブサイト iTunes Connect でアプリケーションを登録。 アップルが行う審査を通過すれば、アップストアに出品される。価格は開発者が自由に設定でき、有料の場合は、売上げの3割を、手数料、ホスティング料として、アップルが徴収し、残り7割が開発者の取り分となる。個人開発者や小企業にも、一攫千金のチャンスがあるとされ、開発者が急増。2009年9月時点でのアップルの会員制。 開発者組織 iPhone デベロッパープログラム登録者数は約12万5000人に及びスタートとともにさながらゴールドラッシュの様相を呈したこの仕組みの長所は以下の通り問題点不満点は以下の通り2010年2月頃からアプリケーションの選別が厳しくなり性的なコンテンツを含んでいたり非公開 API を使用するなど 技術上問題があるアプリケーションがアップストア上から姿を消した。アマゾンが2011年3月、アンドロイド向けにアマゾンアップストア4アンドロイドというサービスを立ち上げると、アップルが商標権の侵害を主張し、アマゾンがアップストアという用語をアプリケーションポータルの名称として使うことを禁止させる裁判所命令を求めた。これに対し、アマゾン側は、 アップストアは普通名詞に過ぎないと反訴した。同7月、米連邦裁判所はアップル側の要求を却下。しかし、その裁定はあくまでアップル側が各種競合ブランドとの間にある混乱の可能性を実証していないという理由に基づくものであり、アップストアは純粋に汎用的な用語だとするアマゾン側の主張に同意するわけではないともしている。 アップフィグユュスの調査より、ありがとうございます。